アンクス・マルキウス、アンクス・マルキウス、アンクス・マーシャス、紀元前675年、紀元前616年は、王政ローマにおける第四代の王。この時代は資料に乏しく、歴史というより伝説上の人物である。ローマで初めて水道橋を建設したと言われており、冷静な人物であり、平時でも戦時でも優れた王であったと歴史家から評価されている。 アンクスはサビニ人でローマ第二代の王であるヌマ・ポンピリウスの孫として生まれた。当時のローマはラテン人とサビニ人が交代で王になるという取り決めがあったため、ラテン人である第三代の王をトゥットス・ホスティリウスの死んだ。紀元前641年に後継者として選ばれた。トゥットスが戦争に明け暮れたので、ローマ人の中で平和を望む声が高まり、 地勢中に一度も戦争をしなかった沼の孫ならばと期待されたのである。それを知った近隣部族は今度のローマの王は戦争が苦手だと侮り攻撃を開始した。しかしアンクスは非戦的であるという予想を裏切り、見事な軍の指揮を行った。ローマはフェデナイ人、アニオカー中流のサビニ人、カンパニア地方のウォルスキ人と戦って勝利を収め、 近隣の都市一つを屈服させた。彼は、戦王、トゥルスと同じく屈服した都市の建物を破壊して住民はローマに強制移住させる。またアンクスは、北方のエトルリア人に備えるためアニクルムの丘に要塞を作った。さらにローマから二十六キロメートル離れた巨村のオスティアを征服し、ここをローマの外交とした。 アンクスは平時の知性にも能力を発揮した。敵を強制移住させて増えた人口に対応するため、ローマの七つの丘の一つであるアウェンティヌスの丘がローマの島一に組み込まれる。また、イカダ橋しかなかったテベレ川に初めて堅固な橋を作る。さらに、水道橋を建造することで、ローマに初めて水道を引いた。また、宗教儀式などの制定にも努め。 後のローマに伝わる慎重な宣戦布告手順を考案したとも言われている。アンクスは紀元前616年に病死する。彼には二人の息子がいたが、その後見人であったエトルリア人のタルクイニウスプリスクスが第五代の王となり、ラテン人とサビニ人が王位を交代していた時代が終わる。アンクスの二人の息子は王位を狙ってタルクイニウスプリスクスを暗殺するが、 その後を継ぐことに失敗し、ウォルキスの村で小敷となる末路をたどったと言われている。なお、紀元前144年にマルキウスの名にちなんだマルキア水道を建設したマルキウス家はアンクスマルキウスの末裔を自称していた。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。